まあ、かっけんです。あらたです。まゆこです。はい、今回も G トークやっていきたいと思います。はい、まず最初に、まあ、前回の動画で質問募集という感じで、はい、テーマをやったんですけど、たくさんのコメントがあったので、ありがとうございます。まあ、気になるものがあればちょっと3人で見ていこうと思うんですけど、うん、一応こんな感じでなってますね。ハンモーさんコメントしすぎやろ。ハンモーさんは見ながらリアルタイムでコメントするそうなんだ。あ、そういうスタイルなんだ。あ、なるほどね。じゃあ、はい、追いながらね。あ、追いながら、その、はい、本当に。へえ。結構ハンモーさん多いもんね。そのからくりが今わかりましたわ。そうです、まあ、編集長企画大好きとか、船仮説好きだったとか、うん、なるほど、その話題が出た時にコメントしてくれてるとか、はい、船仮説好きだったって。すごい、ちゃんと見てるな。昔の料理鉄人に3人の誰かに視聴者が挑むという企画が やってみたら伸びると思う。やってたね、前ね。ああ、あったね。あったっけ、視聴者となんか配信でやってなかった。で、なんか、うん、まあ、かたまになんかクリスマスイベント、うん、ああ、やってましたね、そういえば、うん、行ってみたい国、場所は行ってみたい国、行ってみたい国はないな、別に。国、場所で言うんだったら新しいベルナベルに行きたい。あー、ベルナベルね。場所で言うのであれば、国で言うと俺もスペイン行ってみたいな。あ、そうなん。スペインは良かったね。スペインか。スペインは良かった、うん、ヨーロッパ圏にどっか行ってみたいな。あー、ヨーロッパ。俺はちょっとブラジル行ってみたいね。あ、そうなん、うん、なんで。いや、ブラジルの本場のサッカーを見てみたい。ブラジルリーグ、まあ、アルゼンチンでもいいわ。あ、アルゼンチンはすごかったよ。なんかやばいって言うじゃないですか。マジでやばかった。なんかボカとかやばいってなんかさ、よく言うし。でもなんかそのアルゼンチンとか行っても結局なんか治安のいいあたりしか基本的に行動させてくれないから。あ、まあそうっすよ ね。治安の悪いところには行ってみたい。うわー、アルゼンチンとかブラジルとかでも何でもいいんだけど、はい、治安の悪い区域にちょっと行ってみたいみたいなのがある。俺、まあ、日本ないっすからね。あ、そうそうそう、それで言うともちろんちょっと安全なところから。そうっすね。こんなやつらいるんだみたいなのはちょっと。あ、それはちょっと確かに。うん。あとは、まあ、私服のこだわりありますかという質問もあるんですけど。ないなぁ、俺マジで全然ないわ。最近もらいもんしか着てない、多分俺。あ、そうなんだ。多分ここ3、4年ぐらい。もう普通に結構俺日向坂の服着てるイメージしかなくないですか、俺ら。ああ、そうね、まあのイメージというか、まあそれか、なんかこういうものを着てる。どういうことですか。こういうなんか激坂とかさ、こういう系の。いや、私服は着てないんじゃないですか、でも。いやいや、普段使いできるのがいいところ。あ、まあこれがね。そうそうそう。基本俺もユニクロとか全部済ませちゃうから、そんなこだわったるやつはないね。確かにないな、俺も。俺ちょっと秋葉監督の T シャツ買ったんだけど、俺全然着れるもん、俺普段。そうなんかさ、俺昔新たにさ、ジーパン買わなかった。おー、あ、確かに。ジーパン履かなくなったね。いや、履いてます、履いてます。履いてるんですけど、デニム履くときは俺が勝負かけるときなんです。なるほどね。女の子と会うときは絶対デニム履いてる。なるほどなるほど、そういうことか。そう、デニムなんか動きづらいっちゃづらいんで。づらいね、さすがに。そのジャージとかと比べると、本当勝負かけたいとき。なるほどね。何しかける。勝負かけるときだけ着てますよ、ちゃんと。これかな、あと一個は眉毛家さんが話していたカールさん、まあ、過去にいたモサや配信者のことが聞きたいです。なるほどね、うん、配信者か。俺配信者はな、別に。エータさんか、やっぱ。あ、知らん人も多いからね、エータさんっていう、まあ、いや、知らない、知らない。俺も知らないですもん。いや、昔はね、すごい時代があったのよ、やっぱ。もうほんとね、ちょっとだけ話すと、はい、まあ、エータ、たけし、ちゃまっていう3人いて。たけしさんがわかんないか。いや、わかんないでしょ。すごいのよ、ちゃんと。なんか浦和レッズのイベントとかで関根とかと一緒にウイレとかやってんのよ。お、昔のそのウイレ界隈っていうのは、はい、その3人が8時間ローテーションで配信してくれたの。24時間。やば。だから、そうなんすか。いつ寝ていつ起きてもその3人の誰かが8時間ごとに交代で配信してくれてたから、いつでもウイレの配信があったの。ニコニコ時代です。そうなんすね。だから自分の見る配信がやってないってことがなかったの。誰かがやってる、はいはいはい、なぜなら8時間の交代制だったから。すげえ、8時間ロードしてるもんだ。8時間ロードだった、うん、そんな時代があった。そんな時代があった。今ではね、今ではともうほんとチャマくんのことしか知らない人もいっぱいいるんじゃない。ああ、まあそうかもしれないですね。そんなイメージですよね。カールさんに関しては多分この世で一番ウイレ強かった。
へえ、もうそれだけでもう十分。マジっすか。うん、いっぱいいるけど、世界大会が出ていろんなやつらやったけど、多分2015とか16の作品だったら多分普通にカルザに強いやついない、世界に。世界大会出たけど俺、はい、出ていろんな上手いやつらでやったけど、あの15、16の多分仕上がりのカールさん、はい、だったらあの時世界大会日本人が出れてたら多分普通に2連覇してる、下手したら。やば、もう質が違う仕上がり方の。今そんな人いない、いないっすよね、まあ、ゲームが簡単になっちゃったから、はい、あ、それもあるんですか。あ、そう、 AI がやっぱあのかなり動くようになっちゃったから、はい、差は出づらくなっちゃったけど、その当時は結構残酷だったから、うん、もう上手い人には勝てないゲームだったから、うん、AI があんま機能しないから、あんまそういう下克上的なのはなかったんですね。は起こらない。もう世界大会で平気で2試合合計10対0とか。ああ、やばいな。で、その10対0で負けてるようなやつでも今全然世界大会で上の方に成績残したりするから。なるほど。そう。なんかもう本当理解してない人たちが絶対勝てないゲームだったから。で、なんか、カールさんはそうなってったのが思うねっつってフィファに行ったの。なるほど。そう。こんなに AI に補助されてたら、はい、いや、何の勝負かわからんやんっていう。っていう人もいました昔。なるほどな。別格です。ずっと強いって難しいんだね。まあむずいんじゃない、やっぱ。いや、やっぱ普通に時代も違うからさ、ほんと7、8年前、今だったら好きじゃなくても仕事でやるのよ、はい、はいはいはい。けど当時は別にそんなすごいお金になるわけでもないし、まあそうですよね、仕事として割と確立されてたものでもないから、うん、気分が乗らなかったらやらないのよね、そりゃ、うんうんうん、っていう感じだと思う、はい、だ今だったら、だからカールさん10年分かったら多分今でもやってると思う仕事で、うん、そう、仕事としてちゃんとやってると思う、はい、はい、っていうのがまあ一応、まあ、コメントをいただいたもの、まあ、コメント返しですかね、うん、続いてが一応あの前回の動画で EJ リーグ、まあ、裏であの決勝大会やってますっていう風なことを言って、はい、まあ、結果がもう発表されたのでちょっと改めて見ていこうと思うんですけど、まあ、一応お二人があれですね、裏で参加してるっていう感じで、で一応8に残ったのがガンバ大阪、鹿児島、鹿島、京都、町田、山口、山形、マリノスですね。なるほどね、はい、っていう感じで、まあ、じゃあ お二人の振り返りじゃないですけどどんな感じだったのか。まあ確かに清水は一応 F1-0 1-0 はだから珍しいなって俺言ってるのから新たにも、ね、あ、もう、はい、LINE でこんなロスコアあるみたいな確かにトーナメントも 1-0 このパワーでもちょっとあるけど、モバイルが 0-0、 モバイルが 0-0 で、うん、0-0 で回ってきて、あのセットプレーの1点のみ俺の、あ、そうなんだ、はい、セットプレーの激渋セットプレーで前半かな、うん、前半後半忘れちゃったけど、あ、取って、取ってもう耐えた、あと耐えたぐらい。なるほど。うん、1試合目が山口、そうだね、まあ、4-0 表記になってるけど、そうだね、1試合目0-2で渡ってきて、でもう攻めいったけど取りきれず1点取られて、あ、そのパターン、あ、終わったなこれみたいな、でもう1点取られてまたなるほど、何の4-0ね、そうね、で前上げかさんが4-1ですかね、1回戦、そう、あ、4-1なんだ。まあでもこれ3試合目までやってるね、はい、これ。そうですね、3試合やったんだ。そう、1試合目モバイルが 0-0 で、はいはい、末置きで 1-1 で、3試合目になって末置きで 3-0 で 4-1、 これは修正した。あ、はい、まあ2試合目結局同じ人とやるからさ、そうですね、1試合やれば大体わかるやん、うん、そこで、まあ、3試合目調整したって感じ。さすがにね、そこの調整力はこういう感じねみたいな、大体わかるじゃん。まあ、はい、大体わかりますで、続いてが水戸と3-3になってる。 PK 戦やりました。あー、 PK PK やりました。おー、でこれは最初モバイルが負けで、はい、据え置きで勝って、はい、で延長3試合目になって3試合目やって、はい、引き分けで PK やった。おー、負けたと思ったね、普通に。まあ、PK までいったら、 PK になった瞬間終わったと思った俺は。まあもうそこまで来たらもうね、まあそうやからな、ほぼ圧倒的に苦手意識あるからね、 PK さん。およ、勝ちましたね。じゃあチョブカミカミペアに、はい、PK はね、冴えてたね、読みが。ああ、よかったっすね、読みが冴えてたっていうか、あのちょちょちょって寄るじゃん、はい、どっちかに、たまたま寄った方にいっぱい飛んできた。まあまあ、それもね、まあそれも大事や。見てから止めるとかするんじゃなくて、はい、もうこっちっていうのもそっち、もう決めてね、もう決め打ちが炸裂した。
ホープ・ウィリアムね、昨日の、まあ、確かに決めてたって言ったら、ホープ・ウィリアムも飛ぶ方まあ、っていう感じですかね。なるほどね、うん、ちょっと町田はちょっとモバイルはじゃあ一生もしていないと。そう、本番に行きたいです。これは本番覚醒行きたいやね。まあ1ヶ月約あるかな。しかもまあ本番当日はあのモバイル支給されて自分のじゃないよ。そう、それねかなりでかいんじゃないかと。それは結構変わるよみんな。また、うん、iPad でやってる人とか。 iPad あ、そう、あ、やってる人、ね、やってる人はねもういるかもしれないからね。そんなちっこりでやんなきゃいけないでしょ。はい、全然違うと思うよ。ちなみにだって俺らが据え置きでやってるやつらが大会当時に別のコントローラー忘れると思うんでしょ。まあサイズの違う。いや、ほんとそういう感じですよね。ねえ、うん、それってさ1週間前とかにさレンタルとかさせてあげないのかな。本番これでやるから1週間練習なんかそれぐらいやってあげてもかわいそうですけどね。確かに、まあ、多分何かが起こる可能性はあるよね。だからね、モバイルは十分に、まああるよね。しかもなんか割と据え置きの人たちはやっぱ大会自体がないイメージなんだよね。もうオフラインのモバイルの大会ってほんと EJ ぐらいしかないイメージなのよ、はいね、なんかここでの経験積んでない人たちって本番は結構緊張したりするのかなみたいなのはある。うん、どうなんだろうねあれね。いや、あると思いますよ。あるかな、やっぱあの舞台緊張しそうだけどな。普通に初めての参加、初めての舞台で持ったこともないスマホで操作するでしょ。いや、そんないつも通りできないでしょ、うん、で、まあいつも使ってるそのまた線繋ぐのかな、去年のこと踏まえたら。あ、まあ、前回ちょっと中断とかありましたもんね。あ、そう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 、うん、って考えたら、まあ、いつもと違うなんかそのネット環境になるわけじゃん。はい、はい、なんか動き違いそうじゃないですか。さすがに絶対違うと思います、ね、対応力も多分問われる大会になってきそうですよね。面白そうですわ。で、まあ、これが5月18日の、はい、土曜日です。土曜日配信あります。お、で、まあ、詳細はまだ出てないかな、うん、一応劇作家としても取材行って、まあ、動画回せたら回すんで。まあ最悪ね、回してダメって言ったら出ないって言うわ。いや、ダメでしょ。という感じなんで、はい、まあ、ぜひこの2点に関してコメントあったらぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。